まあ、去年は早稲田が終了直前で劇的な逆転勝利を飾ったわけですけれども、今年は一体どうなるでしょうか。それでは早稲田、明治両校の今シーズンの戦いぶりを振り返ってみましょう。今シーズン東大、立教と完封勝利で幸先の良いスタートを切った早稲田、苦手としている帝京を破り、筑波戦では苦しみながらもロスタイム吉祥のペナルティーゴールで逆転勝ち。日体大には危なげない勝ち方で全勝キープかと思われましたが、先週の慶応戦ではタイガー軍団の気迫のタックルの前にまさかの逆転負け、11年ぶりとなる痛い一敗を喫してしまいました。シーズン序盤、あまりにも力が離れすぎた相手との対戦が続いたせいでリズムが狂ったのか、途中帝京、筑波といった力のあるチームに苦戦を強いられたが、徐々に本領を発揮しつつある明治。接戦が予想された11月17日の日体大との試合でも、後半に圧倒的な攻撃力を爆発させ快勝し、8戦全勝で大一番に臨みます。というわけで、早稲田は慶応にまさかの1敗、そして明治は本調子ではないと言われながらもここまで全勝できています。実力校との 対戦、ちょっとこちらを見ていただきましょうか。ですね、こちら両校とも失点はそれほど変わらないんですね。ただし注目していただきたいのは、明治は青学から107点、そして日体大から57得点と爆発的な得点力を持っているんですよね。まあ、この結果から見るとやや明治有利かなという気もしなくもないんですけれども、何が起こるのかわからないのが総務戦です。それでは早稲田、明治それぞれが勝つためには一体どんなゲームをすればいいのか、インタビューがありますので聞いてください。早稲田が勝つためにはフォワードが互角に近い戦いをして、明治のフォワードを前へ走らせないような、そういう展開にさせることが大事ですね。だからそのためにはやっぱりキックを有効に使うこと、それからペナルティーキックやフリーキックでの速攻をうまくチャンスに結びつけること、そういったことが早稲田に求められることだと思います。早稲田はやっぱりボールを動かし続けてですね、自分たちのペースでその明治の強い力と直接やり合わないように、ボールを動かし続けると、でそういうことを最初からずっとやり続ければ早稲田が勝てると思います。早稲田のキーになっているのはハーフ団の前田君と月田君だと思うんで、この2人が自由にゲームを組み立てるだけのボールをフォワードがどれだけ供給できるかということですね。基本的なプレーがきちっとできれば、もう戦術的にはもう間違いなく上回っていると思いますから、まあ、そこがきちっとできるかどうかということだと思います。明治としてはフォワードを前へ前へ走らせる、そういうゲーム展開に持ち込んでいくことが明治の勝因につながるパターンだと思いますね。明治はですね、なんかこう仕掛けが今シーズンですね、仕掛けが遅い感じがするんですね。チャンスの時にパッとこう仕掛けていくのがすごい遅い感じがするんで、それをもうできるだけ早くするっていうことをフォワードで僕は言っちゃっていいんじゃないかなと思いますので、原則的には明治の方が強いと思うので有利だと思いますね。もうやっぱりどんどん前へ出てきて、早稲田のタックルを蹴散らしていくという形でしょうね。という皆さんの勝利の条件、まあ、ほとんど多分同じことを言ってると思うんですが、早稲田はボールを散らして早い展開に持ち込む、つまり明治とは真正面からは勝負をしないということ、そして明治はもちろん力勝負、フォワードで早稲田を蹴散らすということなんでしょうか。まあ、どうなるのか、それでは今日の両チームの様子をここでご覧いただきましょう。明日のメンバーが部員全員の前で決意を述べてから行われた今日の練習は午後2時からおよそ1時間と軽い調整でしたが、グラウンドには緊張感が漂っていました。先週敗れた慶応戦のビデオを見てもう一度チームを見つめ直しただけあって、選手たちの顔も自信を取り戻した様子。最後は恒例の紫紺のジャージを着せたダミーにタックルをして練習を締めくくった早稲田、全員一丸となって明日の試合に臨みます。頭で考えないで体張っていこうってことです。思い切ってやるんでいい試合ができると思います。一方の明治はゆったりとしたムードの中、午後1時過ぎに練習を開始しました。内容は40分ほどの軽いもので、最後の調整といった様子でしたが、選手たちの表情には徐々に高まりつつある緊張感がうかがえました。あとは明日頑張るだけと準備は万全のようです。もうやることはやってるんで、一生懸命頑張ります。
フォワードがどれだけ崩して早稲田を前に前にプレッシャーかけていけることだと思います。なんとなく対照的な両チームという気がしますけれども、キックオフは明日午後2時国立競技場です。素晴らしい試合を期待しましょう。コマーシャルの後は野球とアメリカン